使えんかもしれんパソコンうん,うんじゃあこっちのパソコンであと40秒ぐらいちょっと厳しいなひらかんやすさよ<っ>よし 開かんなはい今日はなしでオープニング,ニング曲眠い昼寝して来ればよかった昼寝しようと思ったんだけどな負けてしまった何んな重たいかなねガラバンが開かんない,みたいなクソカクカクしてる かっこかりはい、えー、この番組は「がくらじかっこかり」毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております、えー、今日はカズとジョンの2人でお送りしていきたいと思っていますはい、はい、よろしくお願いします、はい、そしてですねこの番組は皆様のコメントリクエストなどで成り立っている番組ですのでぜひコメントの方 たくさんお待ちしています。<laughs> どうしたの？今日 <laughs> はい、なんかね？後ろのバックにね。曲がないと寂しいなって思って。やっぱりああまあね。はい、いつもはね。ここでね。あのバックミュージックが流れてるんですけど、ちょっと私のあの ppc ちゃんのご機嫌が、うん、史上最悪でして。そうね。<laughs> 歴代で史上最悪でして、はい、全くもってどのソフトも反応してくれないっていう事態の、ね、<laughs> だから、オープニングのね。<laughs> 曲がね。なんか？ ない,ないとね寂しい。<laughs> はいということで、はい、メールアドレスは 761‐FMKOZ.JP べて小文字で 761‐FMKOZ.JP となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。はい、はいえー、そしてツイキャスというストリームの方でも配信しておりますのでぜひそちらの方でもたくさんコメントリクエスト曲もお待ちしております。はい、はい、ということで。えー 今日のテーーマはフリででお送りししていいいいきたたと思いますす、うんはい、申し訳ないかったです先週ねあのラジオお休みしてしまいまして <laughs> 先週ほんとフリーにして、うん、今週なんかタイトルっていうかつけようと思ってたんですけど、うん、先週お休みしちゃったものですので、はい、今週ぜひ2週間合わせてのお話もしていきたいと思ってますので今,日今週のほう今日はフリーでお送りしていきます。 はい、はい、ということで大丈夫奮闘してるみたいだけどはいはい、はい、そして中村さん中村さんこんにちはこんにちはこんにちはお久しぶりです、はい、ということではい、はい 大丈,夫大丈夫です気にしないでほかのところでさ曲流してさはいいよ進めてくださいだってしゃべらないと意味ないんだもんだしゃべってくださいえ、数だけでいやだから一人ラジオと一緒やんだから話しましょうよはい <laughs>、はい、そしてそうそう中村さんがね USJ 行ったんだっけってそうなんですよ今からお話ししていきます、はい、いいですね今日は話がいっぱいあります、ね、いっぱいあるんですよネタがねネタがねネタがねあの、先週1週間いっぱいあってうんはい 今週はね、そんなになかったんだけどね。<laughs> うん、はい、ということで、あ、小妻さん。はい。はい。払う。はい、あ、お、はい、復活しました。<laughs> お疲れ様です。はい。ということで、えっ、ー、とですね。先週、先週、先週。先週、友達と。<週>あの、旅行に行きまして。うん、今週、あ、今週ではなくて。先週。先週。合ってる?。いいかな。えー。 3月7日から旅行に行きまして先々週ですかね先々週かな先週か先週,先週でいいのか7日か7日先週ですね、うん、先週ね、はい、そう先週ね先週先々週う先今日いいんじゃないもうあ、いいようん。いいんじゃない気にしない<う>気にしない先々週で行こう <laughs> 先々週ねあの旅行に行きましてあのそちらで友達と関西の方に旅行に行かして 行きまして8人ぐらいでそう大量にいいすねはいそしてまず1日目神戸空港行って神戸ちょっと回ってそのまま京都行ってで京都2日間過ごして大阪行って大阪2日間ほう合計4日で行ってきましたいいっすねはいあの思ってたよりうん 寒くなかったんですね初日えそうなのその時ってなんか気温低かった気がしなくもないんだけどえっとね3日目ぐらいが寒くて天気も悪かったですね残念だったねそう3日目4日目が寒かったですねあとはそんなに3日目ぐらいかな、うん、どちらかというと2日3日が寒かったあそうなんだ、うん、あとはそんなにでもいい感じだったんだ1日目はそうそう, 1>, う1日目は全然 太陽もあったし<う>そう大丈夫だった <laughs> はいそしてですねあのなんだろうあのな,な,なんだっけ、うん、この大阪が一番寒かったんですよ3日目が<ー>3日目まず移動中にもう白い息出るって言って興奮するじゃないですか <laughs> <laughs> はい、はい、沖縄の人のね特徴でね白い息出てるっていう、うんうん、全員が全員じゃないですけどね大体ねあの 田舎っぺは田舎っぺはねなるんですよね。そうだね。<laughs> で大阪も寒かったんですけど、うん、沖縄に帰って、うん、沖縄の一日を帰ってきて、うん、当日はそんなに寒くなかったんですけど、うん、次の日気温が下がりまして、うん、また風がすごく <laughs> 吹いてて、ね、吹いててね、あの大阪より寒く感じるっていう事件が <laughs> <laughs> 事件なのか <laughs>。あれ？ あれ寒いみたいな <laughs> あれ大阪より寒いみたいなお <laughs> おあれ内地より寒いみたいな体感温度ですけどね,そうね体感温度だけどねう,<ー>んうんそうなんだけどねなるほどねはいそして、えー、いっぱいコメントありがとうございます<は>いえーっとですねえー、中村さんが抹茶緑茶のチョコレート食べた <laughs> お茶お茶のチョコレートなのかな <laughs> 何何どう,いうどういう意味ですかそれはそれはどういう意味なんですか何味なんだろう抹茶味なのか緑茶味なのかそれとも抹茶層緑茶層ああなるほどね 2>, <laughs> <ー>2つのお茶の味を楽しめる <laughs>、はい、そしてコスモさん今日は誰とラジオかなと,ですよということで今日うはちゃんと2人ではいということでい今日は姉妹ラジオですはいお願いします、はい、そしてファンさんが ジジジョョョン、ン、ンあれ最終的にジョンが3つになっちゃったよジョン、ジョン、ジャン。どうした元気ないんかいこんにち、ジョン。ていうことで。ジョン、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 はなくなったんすンジョン、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 ジョンになったんすはい。エキミファンさんがね、数探せんかった。何時間探したかわら。みたいな。本当でですすかか探したん あれなんか行くの忘れてたとか言ってなかったですか <laughs> え違う <laughs> あ探した振りなのかな <laughs> <laughs> 一応見渡したぜ、みたいな。<laughs> 家の近くを。<laughs> <laughs> 絶対いないと思う <laughs>。ちょっと違うと思う <laughs>。<laughs> <laughs> はい。ということで、中、え、村、ーはい、さんがねあの、神戸空港待ってたのに過去嘘って。<laughs> 確かにかっ待ってたら確実っすね <laughs> でもね何時,のく何時の便かわからないから <laughs> 結局意味ない1、はい、日待ってたらいつかは <laughs> 朝から,朝から休み取ってわざわざ <laughs> <laughs> 大変っすね <laughs> わざわざか数に合うためにそんなことしてくれるの <laughs> ないな1 <laughs> 日潰そうとか思わんな <laughs> まあまあまあはいそしてえきフはんさんが US J「USJ メガネかけてる女の子ばっかり ばっかりやったから、残念ですね。カズ、コンタクトでいきましたよ。<laughs> ダメじゃん、特徴なくなってんじゃん。<laughs> 3日間コンタクト、4日間コンタクト <laughs>。ダメじゃん。はい。残念でした。<laughs> メガネで探したらダメだったんだね。そうだね。<laughs> じゃあ何で探せばいいんだよ。顔<お> <laughs> 無理だよ。はい。そして、こそンなんかね、あの、こっちはもっと寒いよ。 あでしょうねでしょうね今何度なんですか、ね、北海道ですからねまだ雪降ってるんですかね降ってるのかなわかんないけどどうだろうねいやもうそろそろだけどなんかほら最近ね気温の上がり下がりが各地で激しかったから、ねうん、降ってないとも言い切れないまあね、うん、はいそして 中村さんが食レポのやつああ緑茶緑茶緑茶チョコレートあ食べたんですね美味しかったです自分は好きだったんですけどね抹茶緑茶のチョコレートそうそうそう食レポのねあのいつだっっけまあ探さないといけないからやめとこうはいそのあれ緑茶もあったんだ抹茶のチョコレートだと思ってたうんだったっけ抹茶緑茶だったんだね抹茶緑茶だったのかなへえ はい、自分たちよりさかのリスナーの方が覚えてるっていうね <laughs>、まあ、だけどあれ美味しかったですね自分で美味しかった美味しかった、うん、やっぱ普通に売ってるよね、うん、うんうんよくあ,あったんですねよかったよかったそうそういや実際食べててくれてる方がいらっしゃったら嬉しいですねうしいですね美味しかったですよあの、うん、あ,あそうそうそうあの抹茶テヴ、うん、ェルデ でそのテベルデが緑茶,緑茶って意味っていうそういえば言ってたねそうそうそうで抹茶緑茶これ <laughs> なるほどねはいあれですねチロルさんのですねチロルさんの美味しかったねはい美味しかったですねはいそして、えー、これはすいません漢字がねあのいまいち得意じゃなくて <laughs> ジョン、うん、読めるこれどれどかな読める 新斎橋かでいいのかなひっかけ橋 <laughs> ひっかけ橋いったんグリコの看板のところ行きました行きましたよえー,はーいあ,のあのこのこれそう,そうそうそう「震斎 <laughs> 橋」ってあありがとうございますありがとうございますえーっとこちらは後ろを読んだ方がいいのかアットマークの前を読むのアットマークの前かなアットマークの前え <laughs> <laughs> これまた読めないいやクリュウクリュウクリュウさん カイトさんありがとうございます。ありがとうございますあ会ってた、栗カイトです。どうも、と<ー>お初じゃないですかね。ね初めて見ました。初めまてまこの番組は学歴が分か,かりますし、日曜午後5時から6時の1時間、生放送でお送りしておりますので、<laughs> ぜひ、機会がありましたら、来週の方も聞いていただけると嬉しいです。<laughs> でなんか、終わりの方に持ってってるけど、まあ、ぜひ。はい 1>、ねあ、1時間ありますので、1> 1ので今からですと。今からですと まあ、6時ちょっと前です6時ちょっと55分ぐらいまでね,でね、うん、ありますのでぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい、はい、ということで <laughs>、まあ、その後にその後に帰ってきてすぐ次の日に「うん、あのもし」がありまして <laughs>「うんもし」があったんだな、ね、そうそう「も,もし」やって「<laughs> うん、うわー全然覚えてね」<laughs> えー、<laughs> ってなってみんなで「覚えてないもんだね」 ってい話をしてでその次その先週の方はえっとですね月曜日から水曜日まで補習があったんですけどまあ呼ばれた人と来てもいいよって感じでまあ自由参加参加呼ばれた人は強制でそれ以外は自由参加っていうのがありまして残りの2日間の方に行って まあ勉強しして <laughs> ってっ感じでしたかねなるほどねはいそんな感じですかね今週1週間はいいですね楽しそうで 2> 2週間は旅行なんか行って楽しそうで、はい、もう楽しかったですよいいですねはい自分はいつもと変わらず、はい、仕事と職場と家の往復でしたけどねうん <laughs> 他にはそうですね朝晩が多かったですね他には <laughs> 他にはもうめちゃくちゃプライベートのことしか言ってないじゃないですか<に>もっとなんかほん楽しいことない,い楽しいこと悲しいことならあった<何>あのずっと見てる、うん、あの海外ドラマがあるんですけどうん、うん、それが、うん、あの見終わってしまって <laughs> あシーズンをそうあの今出てるシーズン全部見終わってしまって <laughs> も見るのなくなくったみたいな ものすごく悲しいと同時に、はい、早く新シーズン日本でもやってくんないかなっていう、はい、<laughs> 待ち遠しいねそう待ち遠しい、うん、楽しみに待っててかか <laughs> 楽しみに待ってて,って,て早い早いはい、はい、そしてえー、っとですねあの中村さんが FM コ座 ご一行歓迎って看板掲げたらよかったかな <laughs> ご一行ってご一行じゃないよ <laughs> 一人しかいないです数一 <laughs> 人しかいないし友達にやってること言ってないし <laughs> この件でバレますねじゃあ <laughs> 誰ってなる <laughs> このこの歓迎されたらバレますねやってたのみたいなひどいひどい <laughs> あちょっとちょ,ちょっとあの試合いだからちょ,ちょっとあっち行って先行っててみたいな <laughs> じちゃあどうもってなりますよね絶対ね 怪しすぎるわ。<laughs> 怪しすぎるわ本当に。はいそしてクレウカエトさんがちびまる子ちゃん始まる前ですね。<laughs> ああれで,ですね。六時からなんだ。そうそうそう。もうさい最近見ないからね。関西では六時からフジテレビでちびまる子ちゃんがやるのです。まあ全国ですから。 どうですかね。みんな場所によって違うのかな。かなかな沖縄もそうですよね。うん、9時からあ9時から6時からね。6時からね。6時から。6時からね。そこで区切らないで。違う意味になっちゃうから。<laughs> はい。そしてあとは彼氏と,とかで彼氏とデートとかなかったんですか。なかったんですか。なかったんですか。かすかえ私ですか。<laughs> どうですか、ジョンさん <laughs>。私ですか。<laughs> いやーそういう相手がいたら。 ね、あの家、毎に、毎週、毎週末、<laughs> あの、こう、ね。家と。何、職場の往復とか。家で、あの、だらだらとテレビ見たりとか。なく有意義な生活が送 <laughs> れる方、ね。毎週末。そう、毎週末。う送、ん、れるかとは思うんですけどね。<laughs> なかなかないですね。<laughs> そうですね <laughs> 悲しいですは<ー>い <laughs> ということで一旦曲に入りたいと思いますあはい,はい大丈夫ですかはい大丈夫ですよはいえーっと今日の1曲目ははいバッ,クバックオンさんかなバックオンさんの曲で「<うん S 1> えー2分の1」という曲を流したいと思います、はい はいそれではどうぞ。 かったうん、楽しかっただろうけど飯も食えや <laughs> <laughs> はい、えー、ただいまの曲はバックオンさんでで分の1でしたこの番組は「学レア時カッコカリ」毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております。 この番組は皆さんリスナーの皆様が作り上げていく番組ですのでぜひメールコメントリクエスト曲等お待ちしておりますメールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p べて小文字で 761‐FMKOZA.jp となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいはいそしてツイキャストユーストリームの方でも配信しておりますのでぜひよろしければそちらの方でもチェックしてみてください はい。はい。ということで、えー、メールの方に続いてきてま,す、はい、います。はい。ありがとうございます。はい。えー、なんとね、<laughs> ジョンを、うん。英語で書いてくれてる。おマジですか自分もちょっと、あの、英語のスピルわからないのに。書ける, <laughs> かけるあ、もうローマ字だったらわかる <laughs> G-O-N でしょ。違うよ。違うよ。<laughs> <laughs> はい、えー、ジョンカズさん、こんにちは。現在、えー、北海道の天候は雪。わ<ー>雪はい、外気温1度。1> <laughs> バイクで走ってて寒いと思ったら雪が降り出してきました。この時期は、えー、雨が降り出して雪どけが進むんだけどな、北海道の春通しあ、雪なしの小座がうらましいよ はいコスモっていうことでコスモさんからありがとうございます。雪降ってるんですね。はいメールの方もね一緒にあの写真の方も添付してくれてます。はい、結構積もってる,ってる <laughs> ね<え>意外になんか積もってるっていう、ね、あの思ってた以上に降ってる。思ってた以上に降ってる。ててるねびっくりしたね写真見て。 マジかこれ積もってるぞみたいな、ね、あのパラパラパラっていう程度かなと思ったら結下に積もらないぐらいの程度かなと思ったら、そうそうそう結構、どかされてる積もってる。まさかの, <laughs> まさかの、はい。ということで、あと1通ですね。はい、AKB ファンさんから<お>ありがとうございます。カズ、えー・ジョン、楽ラジ,の楽ラジオを聴きのリスナーの皆さん、こんにちは、ジョン。こんにちは。<laughs> はい えー、カズコンタクトかよそら分からんでナンバはナンバちゃうで <laughs>、えー、吉本新喜劇のところあそこは AKB カフェがある,ある,やあるんやから笑ってなっ、えー、てなことでカズが USJ 大阪に行ってきたことでリクエストドリカムの大阪 えー、ラバー、ラバー、ラバー、バー大阪ラバー。じゃんじゃんよろしくーって <laughs> はーい、わかりました。はーい、ということで、ありがとうございます。えー、っと、えー、っとね、えー、っとね、リクエストね。うん。よろしくね。はい。大丈夫、はい、はい、大丈夫です。はい、ということで、あの、さっきね、あのメール見てないかな、みたいな、ツーキャスで、メールに気づくという <laughs>。<laughs> 本当だよ。本当にい。なんでメール送った後に申告しないといけないんだよ <laughs>。<laughs> それ つけよって私だけどね、うん、全く本当に申し訳ないはい写真を見れたかな見れましたよありがとうございますはいありがとうございますはい、はい、見てないなって AKB ファンさんにバレたんですよね <laughs> <laughs> そうなの見てないのみたいはいバキニュー戦隊ポインジャーみやちゃんさんみ皆様こんにちはということでこんにちはにちは,はじめましてですかねそうですかね なんだろうあの名前、うん、では見たことないので初めましてですかねうんはいということでねさっきの「あの彼氏いないんですか?」の下りからねあの、うん、中村さんが「彼氏です」<laughs> <laughs> えっと数の彼氏かな <laughs> <laughs> ハーパーランドはんハーパーハーバーえバーじゃないこれえ 読みにくいね、ハーバーランド。何ですか、ハーバーランドって。ハーバード大学のなんか親戚か何かですかからなさすぎて怖い。はい、というこコスモさんが、大阪より北に行かないのカズ、カは行ったことない、ジョンは行ったことあるよね。いやいや、東京、東京しか行ったことないっす。北やん。ごめんね、地理わかんないから、北なのかわかんない。北だよ、明らかに。北なのあっち東日本だからね。 いやいやいや、なんか、もうちょい、こっち側かなみたいな。<え> <laughs> えほぼ、ほぼ同じぐらいの位置千葉、千葉、千葉、どこにありますか千葉はこ、こっち側。大阪より上だよね。あ、そうなのえ怖い待って私の認識では、千葉があって、待って東京、東京一直線だと思って待って待って。日本地図縦長だと思ってないもしかして横長だと思ってな違う違う。北海道だけ上にあると思ってるそこまで違うけど、あれなんか、そう、本当に千葉があって、 東京があって。ここら辺に大阪があるのかな。おいくつですか<え>年齢の女の子に年齢のこと聞いちゃいけないんだよ。よレディーじゃないからいいよ。はい、レディーです。レディーです。待って社会人怖。いいやいやいや,いやい。え、怖い。いや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 。え、嫌だ。レディーです。嫌だ怖い。はい、数の彼氏です。何か A. K. B. ファンさん。えー。 よかったねえー、見たことないですもん <laughs> よかったね、えー、モテモテだねやったー持ってきー絶対みんな茶化してるで <laughs> バレてるでおいいいんじゃないですかモテてるっしてバレてますせ皆さん <laughs> 最近よくいじられるなとか思うんですもん <laughs> 思うんだ分かってますバレてます皆さん いいんだよいいんだよ楽しいから、ね、いいっすよジョンの方もいじってあげてください <laughs> はい <laughs> ということで神戸のパンケーキどこで食べたわらそうですねあの食べたところ探すのに携帯のフォルダを開かないといけないので後ほどなんでだよ <laughs> 覚えてないのそこは覚えてないねえ<ー>覚えてない覚えてないなんかショッピングセンターみたいな感じのなんかちょっと大きめなところの中にあったあすごいいろんなとこにありそう なんか駅から。情報量少なすぎる。駅から、神戸の駅からすぐ近くのところ。うん、はわ、あ、からないね神戸の駅。神戸、神戸駅とかではなくて、神戸の駅。<laughs> 神戸の駅、名前も忘れたんだよ。ダメじゃん。<laughs> 何一つ情報がないよ。<laughs> そうそう。そう。まあ、一番ね、あん一って興奮したのが、うん、電車に初めて乗ったんですよ。おお<ー>。電車に、一応、 京都、大阪に修学旅行には行ったんですけど、うん、そっちではあのバスの方本当は電車も使ってよかったんだけど、うん、主にバスでの移動で組んでたんで自分たちグループがほうほうなんであのバスしか乗ってなかったんですね、うん、と、まあ、バスとシャトルバスとバスじゃんどっちもバスだよ市内 <laughs> バスとシャトルバスか一緒だよ飛行機かぐらいしか乗ってなくて <laughs> はい。初めての 電車にそうだったんだ、はい、えー、知らなかったそうだんじゃないですよあのまず神戸空港から、うん、そのまずモノレールモノレールモノレールーで以上そう目的地近くまで行って、うん、そこから歩いて、うん、で東京あ京都に行くまでにあのなんていうのあの新幹線じゃないけどあの あのなんていうのあれどれ電車の新快速新快速ほうほうわかんないっていうちょっとあの速いやつ普通と快速新快速みたいな感じのあって一番この電車の中では速いほうに乗って JR ですはい <laughs> すごい今の情報でわかるんだ大体でも JR じゃないわかんないよ <laughs> JR って書いてるもんへえーはい 電車でじゃあ、神戸から。そうそうそう。行ったんだ。そう。神戸から。どれぐらいかかったのえ、でも1時間、そうかな。うん。そんなもんで行けるんだ。はい。2時間ぐらい。意外と早いですね。1時間半とか。多分、そんぐらいだったと思っております。はい。地下鉄まだ乗ったことないのかなそう。地下鉄は乗ったんですよ。乗ったのはい。 おー地下鉄も乗ったんですけどあの友達に言うと上にあるか下にあるかの違いだよみたいな臭 <laughs> めてるわまあね,、まあ、ねそうだね <laughs> あの、まあ、実際内,内地の方で、あで本土の方で暮らしてた方だったんで<ー>、はい、もう慣れてると、うん、まあなんか気になるじゃないですか地下鉄とこの電車どっちが早いの、うん、みたいな一緒じゃないのそ, <laughs> そうそう話になってあの どっちななんだろうみたい分かんないよねっていう話になって実際、うん、住んでた方に聞いたら、うん、あまあ上にあ,るあって景色が見られるか下にあるかの違いだよ <laughs> そんなに速度は変わんないと思うみたいな <laughs> <ー>ああそうなんだみたいなえじゃあ何で下に作ったみたいな感じ、まあ立地的なもんね,ねあの話が出てきてあの、うん、すごいなんか田舎感半端なかったんですけど <laughs> まあわかるわかる 自分もね初めて電車乗った時ねはあってなって一緒に乗ってた友達に恥ずかしいからやめてってすごいクールに言われたから <laughs> そうねそうそうそう,そ,うそしてあのなんていうのあの通勤ラッシュというものにもうん、うん、えそんな時間帯そんな早い時間帯に行ったの早い時間帯に USJ に着くためにたああ USJ の時ねなるほど、ね こんなにきついんだみたいな。そんなにいっぱいになった。結構いっぱいでしたね。押された押されてない。さすがに。駅員さんに押されなかったのさすがにそこまでは違うかな。あ、そうなのなんかね、あの、満員で。イメージひどくない朝のそかる。っったらきつくない朝の通勤満員電車ってそういうイメージがあるのよ。あ、の、すごいいっぱい人が溢れてて、駅員さんが押してくださいみたいな。また中にみたいな。キューって押すイメージがあるの。でも、もっと中に、なんか、 入ってくださいみたいな放送は流れてた。あ、そうなんだ。乗る人が多いので詰めてくださいみたいな感じのはあったね。あ、そうなんだ、うん。でも、でも、あの、片方の場所だけ開くじゃない。ねえー、と両側に ドアがあるじゃないですか右で開いたり左で開いたりするじゃないですかそうですね目的地 <laughs> 自分と反対方向だったら出るのきついんですよね <laughs> えそうだねすいません、うん、すいませんって言いながらさらに自分たちさらに大きな荷物抱えて移動してたんでああまあ旅行客ですしねそう大変ですよねどううしようみたい <laughs> あっちから出たいんだけどるところが大体なんかみんながバーって出るところ で降りるっていってる人についていくみたいないい経験しましたねいい満員電車っていうそう,そう満員電車乗ってみてあみんな毎日大変だなって本気で思いました <laughs> そうなんだ、うん、自分は満員電車には当たったことないからな満員一歩手前ならあるけど多分その方が全然頭のいい やり方だそう, <laughs> あそうなのかなえだけど一回はちょっと経験してみたいなって気持ちもあるんだよね <laughs> なんかいろいろ考えるところがありましたね考えるところがあったの <laughs> なるほどねっていう自分の知らない世界が見えますね<笑>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 あそうなんだなんかあんまりイメージできないじゃないですか満員電車そうね映像ではね見たことはあるけど趣里、まあの,の方々が「あのうん、マモノライルの通勤ラッシュってこんな感じだよ」って言われて。 そう結構モノレールも詰めるときは詰めるみたいであそうなんだ大変なときは大変だよって言われてえー、あっちはもう経験してるんだって <laughs> <laughs> でも多分それよりひどかったっていうかもうやっぱ人口も多いのでああそうなのかな大変だったみたいでさすがにここまではひどくないって言われて <laughs> <laughs> ここまではひどくないえー、そんなにひどかったんだねなあ まあ、あの修理とかねモノレール通ってるところでは通勤の時はひどい時はひどいっていう、うん、だけどだけどあ<の>満員電車ほどじゃないまあ満員電車ほどではないああどれだけ電車がみんなの足になってるかがわかるねそうそしてこのなんていうのこの 間だけで、うん、旅行の間だけで、うん、結構な歩数を歩いてまあ観光もしてるっていうのはあるんですけど、うん、駅とか移動の時に階段使ったりとかそういうので意識的にもうなんかあんまり乗らなかったんですよあのエスカレーターに自分は、えー、歩こうって思ってあのリュックだったんであなるほどねキャリーバッグじゃなかったんで大体全部歩いて登ったんですよ、うん、で見たらもうなんか十なんか15キロとか歩いて <laughs> えすごい1日でってこと 1>, 1日ですごいね<う>15キロも歩いたの15キロとか歩いてて <laughs> あこれだから沖縄の人は歩かないのかなるほどねないこの本土の人が歩いてる結構歩いてるって言われてるね、うん、でもあるもんねそうそう歩かない県ですみたいなねこういう違いがあるんだな、うん、それ見比べたら確かに歩いてないって思うわう <laughs> やっぱねあの車交通のね公共の 交通機関が不便なのでそうですねバスかバスか那覇だったらモノレールモノレールもないわけじゃないけど、うん、感じだったんでまあ、ね、車社会ですからね、まあ、こんなちっちゃい沖縄で電車引けっていうのはきついですけど確かに無理があるけど無理があるけど <laughs> なんか電車のこのない活用してる内地の、うん 歩いてる皆様の健康さが素晴らしいなと <laughs> <laughs> やっぱ歩く速度とかも全然違くて<ー>基本あのカの場合は歩くの早いんで大体ねあの本土の方と同じぐらいのスピードで歩くんですけど、うん、あのすごい観光している他の友達残り6名ぐらいゆっくり歩くので <laughs> まだついてきてない <laughs> だけど思いましたね <laughs> ね,ね自分も、ね、東京行った時にね あの人の歩くスピードハイヤーってなって、うん、何みんな急いでんの？みたいな。<laughs> なんみんなさささささって歩いていくから。すごいですよね。あの一回ね、うん、落とし物をした人が目の前で落とされ、うん、あの落としたのを見たから。あの、拾ったんだけど、うん、追いかけるのがすごい大変でした。<laughs> ダッシュ。もう走ったよね。相手歩いてるのに、自分走るっていう。<laughs> <laughs> はいということで、えー、メール読んでいきたいと思います、はい、沖縄大好きさん下宇多大好きさん失礼しました下宇大好きさんからかず、はいえー、さんじゃんさんこんにちは久しぶりですが元気ですかメールを出して、えー、あメッセージを出してメールしましたはい出したくてメールしました失礼しました <laughs> <って> <laughs> 今一瞬ね自分もふ、うんっての思ったんですよ呼び <laughs>、うん、間違いでしたはい <laughs> 今日も日曜日は晴れ晴れとした天気で、えー、明日は振り返り休日での連休ですねそうですねいいですねいいですねはいいつも自宅で聞いていますよ最後にあの来週日曜日にミュージックタウンひる、えー、広場で SNG という観覧無料で えー、観覧無料で見られるストリートライブがあります。うん、時間は昼3時から夜9時まで行われます。そういえば、先月？sng のイベントで琉球アイドルや数々のアーティストが出演し、ライブを出演した、えー、してた。ライブを見てきたので盛り上がりま盛り上がりましたよ。では。 ラジオ時間まで聞きますということで、ありがとうございます。うますそういうライブがあるんですね。ね観覧無料っていいですね。はい。あ、ということで、あの。一旦、曲に行きます。C. M. します。どっちがいいです。曲、大丈夫ですか。はい。じゃ、一旦曲、行きたいと思います。はい、えー。続いての曲はですね。うん、先ほどリクエストがあった。うん、ドリカムの。大阪ラバー。はい っていう曲を流したいと思います、はい、ではどうぞ はい。海水浴をいっぱい見るけど。はい、えー。ただいまの曲はドリカムさんの曲で東京ラバーでした。はい。AKB ファンさんリクエストありがとうございました。ありがとうございます。はい。この番組は各ラジカ股かり毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております。はい。はい、えー。あと残り11分ぐらいしかないんですが、ぜひ。 まだまだメールリクエストお待ちしておりますので、はい、リクエストは来週になるかな一応れれメールコメントお待ちしておりますれれ絶対流しますので、はい、メールアドレスは 761‐FMKOZA.JP 全て小文字で 761‐FMKOZA.JP となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいはいということで、はい、あの急ぎではありますが食レポの方をやっていきたいと思いますはい、はいえー、今回ですね、うん、あの カズが、うんえー、本土の方に遊びに行って、うん、そこでいろいろ見つけてきて食べようぜってことをにしたんですが、うん、今回本土お土産みたいな感じでなんですがやっぱ定番の抹茶とかでは絶対面白くないから、うん、なんかちょっとこれわい種的なね。っていうのをなんていうの調べてこようかなって見つけてこようかなって思ったんですけど <laughs>、うん、まず。 そんなにお土産的なやつで危ないものは売っていない危ないって言うなし <laughs> 怪しいでしょ危ないじゃない危ないものは売っていない、うん、そして一つ見つけたやつはちょっとお酒入りで、うん、ああなるほどねこの商品にお酒が含まれていますみたいな日本酒のやつだったんですけど、うんいいすね、チョコレート系かなじゃんうーんとね 普通にキットカットさんとかが出してるやつだったんですけどあのはいそれでまあ数未成年だし買えないし買えないしさすがに先はあかんなとそれでやっとこさ見つけてきたのがキットカットでほうじ茶ちょっとなんかあ意外っていうかああって感じの。 じゃなほうじ茶そうだねそもそもほうじ茶自体そんなに飲まないけどねそうだからそれをキットカットにしたんですねそう抹茶よりは興味を示したんですねなるほどまあまあまあ抹茶味も当然あったんですけどということでこちらやっていきますキットカットのほうじ茶のほそしてね面白いことに横から開くんですねえ上じゃないんだ横開きはいということであなんかおしゃれへえはい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 ということでほうじ茶 これすごいなんか家え伊えいええっいふじいえいとうあそうか伊,伊,伊藤伊藤伊藤いとうくざえもん <laughs> 適当に読んだなぁいやこれ伊藤うくざえもんでしょうはいということで京都のお土産的なやつです <laughs> あこれ京都なんだはい京都です<ー>はいいただきましょういただきますかはいおやっヤッホですということでほうじ茶なんです はい、松園さんかなすごい見た目はあのカフェオレっぽい色してますねそうね、うん、ちょっとなんかカフェオレよりカフェオレにちょっと緑混ぜたりでえー、緑色様、えー、でかもちょっと緑っぽくないそうでもないいやほうじ茶って茶色ですよあ,でも,あでもちょっとあそうだねカフェオレ的な感じが近いね匂いはねそんな匂いそんなにしないそんなにしない <laughs> 危ないやつって何かなって <laughs> 秘密です。では、はい、いこんにちは。ゆゆ、覚えてますよ。こんにちは。うーんどうですあのね、一口、口に入れた瞬間に、ほうじ茶の、なんていうんだろう、匂いっていうかな風味が、広がる。美味しい。うん。 うんって何なんか、うん、自分が、思ってたより、うん、ホワイトチョコレート感がある。ああ、まあね。あの、確かにチョコレートが強い感じはあるけど、うん。まはないです。まずくはないです、うん、やっぱ、お茶感が、ほうん、じ茶感が、うん、味っていうよりは、匂い。 鼻から抜ける感じがほうじ茶って感じがするけど、うん、味自体は何だろうこれミルクチョコに近いようなそう味自体はねちょっとミルクチョコに近いうんもうちょいなんかほうじ茶感があってもよかったかなって思うけどこれ以上強くしたら何だろうほうじ茶になっちゃうのかな <laughs> だけど美味しいですねうんうん なんか普通に味わってしまったって感じそうそうそう <laughs> だけどさすがキットカットさんですね美味しいですそうですね、うん、やっぱ外れなかったかなんか残念だよねやっぱ USJ に行ったから、うん、例のものを買おうと思ったんですねやめてくださいもうあれはね、うん、あれは簡単だけどあれだったら面白くないじゃないですかみんなやってるから <laughs> みんなやってるから面白くないなって思って。 それ以外にやっっぱおかかしななな商品売っていいじゃないですか <laughs> 何ですかそれ <laughs> 確かにそうですけど、ね、だけど百味はね一、うん、回食べたことあるので反応がね、うん、あの反応というか味がほぼ分かってるので、うん、<laughs> それは目粒って引くに決まってんじゃん嫌ですよあのあの分かりますあのらあ味のバリエーション嫌なものに当たった時 どうなると思います禁止用語連発ですよ <laughs> <laughs> 本当に、まあ、あの吐くかと思いました <laughs> <laughs> まあまあね危ないやつに当たったら危ない、うん、あの動画的には楽しいと思うほ、うん、うじ茶ね意外に後味にくるね <laughs> そうそうそうでしょ口の残った感じがそうの口残りがほうじ,うじ茶って感じなんですけど <laughs> 食べた感じは あのほうじ茶って甘くないじゃないですか、うん、だけどこれチョコレートなんでチョコレート要素がすごい強いんですよ、うん、食べてる時はねうんうんそうそうそうで食べ終わってふっとした時のこの口に残る感じというか、はい、鼻から抜ける感じがあほうじ茶なんだっていうそこでほうじ茶を実感するってああそれね <laughs> それはあるかなはいって感じでした、まあ、普通に 無難にに美美味味ししかかっったたでですすはい普通こちら一応京都のお土産で売っておりますのでぜひ京都に行った時ね,ね気になる方は買ってみてください多分各地では売ってない感じがするからそう,そう <laughs> 限定商品ね今度、うんね、さ、うん、沖縄の限定商品あさってみるかあいいですね色々あるんじゃないですか国際通りとかたまにねあの暇つぶしで行ったりする時もあるんですけどあのちょっと遠出したらあの そこら辺のお土産屋さんとかまあ国際通りがなんでしょうね国際通り屋だってそうじゃなかったらやんばるまで行ってそこにしかないものを買ってくるとか今度ね是非あの巡って買ってきたいなっていうああいいですねじゃあ自分もちょっと探しときますよもうネットでも何でもうい,ういいから情報を探してこようか <laughs> <laughs> そうそうですねはいということで残り3分なのでもうそんな時間に、はい、えー 平田さんが、ハイサイということで、ハイサイハイサイそうそうそう、そしてね、さっきね、あの、昌園さんかなって言った方ね、シオンって読みます。ああ<ー>。そうなんですね。漢字難しいね。難しいね。勉強しなきゃね。うん。はい、ありがとうございます、シオンさん。はい。ごめんなさいね。たよく間違えられますかね。すいません。<laughs> 本当に。はい、ということで、あと2分どうでした今週。今週はね、うん、久しぶりだったんで、 なんかすごいいっぱい喋った気分になりましたけど。そうだね。なんか。楽しかったですね。あの、キットカットがすごく美味しかった。そうそうそう、美味しかった。うん。楽しかったです、いっぱい喋れて。あの、しかもリスナーさんも結構来てくれたので。今日ね、10人いるんですよ。すごい嬉しいでございます最後まで10人閲覧ってね、なかなかないのね。史上最高じゃないですか。そう、史上最高かたいぐらい。 ありがたいですね。ありがとうございます。とても楽しかったです。絡みが多くて、はい。閲覧一人消えちゃって9人、それでも9人は多いです。ありがとうございます。はいということで次の番組カズキさん来てたっけ。自分はちょっとあの皆さんとのおしゃべりに夢中になって見てなかったんですけど、おそらくあると思うので、ぜひね次の番組ね来ていただけは嬉しいです。なんでそこ公開なんですか。堂々と言ってください。宣伝してください。 そうねはい、はい、この後も番組続きますのでぜひそちらいい次の番組もいただいて来週もねこの一時間ね延長したらできないんですあ <laughs>、はい、ありがたいんですけどす言葉を、はい、の番組があります<う>、ね、今日ねいっぱい喋りたいこと多かったから一時間あと一時間延長したいぐらいなんですけどね足りないねちょっと一時間延長したらさらに延長しないと喋り足りなくなりそうなので <laughs> そうですねはいということでまあ今週いっぱい 聞いていいいてただきて嬉しいですす、はい、ありがとうございます、はい、来週もぜひこの番組はやってりますので、はい、来週も5時から6時の1時間生放送で行っておりますのでぜひ聞いていただけたらリピートしていただけたら嬉しいですねまたぜひコメントしていただけたら、はい、嬉しいですのでありがとうございますいいそしてあのツイッターツイッターの方もツイッターの方も。 小声でね、言わなくて自分で主張していいからね。いやなんか、そういうのは数の役目かなみたいな役目奪っちゃ悪いから。はい。アットマークがくらじりんの方でもツイッターの方やってますので、ぜひ、そちらの方も気にしていただけると嬉しいです。ということで、はい。最後にいつもの通りお別れしたいといきます。はい。はですね。はい。いきますよ。せーの。リスナーは正義バイバイ